近隣住居理論に基づいて開発された多摩ニュータウン近隣住居は計画的に築かれた住宅地の単位で田園都市構想とともに20世紀のニュータウン建設を支えた理念の一つ。幹線道路で区切られた小学校区を一つのコミュニティと捉え商店やレクリエーション施設を計画的に配置するもの。ネイバーフッドとも言う。近隣住居のアイデアは 1924年にアメリカの社会教育運動家で地域計画研究者であったクラレンス・ペリーが発表した近隣住区論で初めて体系化された。近隣住区の単位は幹線道路で囲まれており約64ヘクタール、人口は5000から6000人程度を想定する。この範囲内にコミュニティを支える小学校、教会、コミュニティセンター、公園などを置き、 感染道路沿いに商店などを配置する。通過交通が住区内に入り込んで、スピードを出すのを防ぐため、わざと道路を曲げたり、見通しを悪くしたりする。住民の日常生活は、歩行可能な住区の範囲内で完結させることができる。計画的に作られた人間的なスケールの都市空間を目指したもので、都市の匿名性、相互の無関心といった弊害を地域コミュニティの 育成により克服しようとするものである。近隣住区の実践例が1929年以降に開発されたニュージャージー州のラドバーンである。ラドバーンでは徹底的な保車分離が図られ通貨交通の流入を排除するため住区内の道路をクルドサックとし住民は緑道を通って学校や商店に行くことができる。また近隣住区の構想は アメリカの郊外住宅地開発のみならず、イギリスのニュータウン建設や大都市再開発、日本の都市計画理論や実際のニュータウン建設にも大きな影響を与えた。国土交通省の都市計画運用指針では、郊外の新市街地における道路の配置計画に関して 1km 四方を標準とする近隣住区を囲むように主要幹線道路、 都市幹線道路を配置するのが望ましいとされた。ありがとうございます。